いろんな音が一気に入るとちょっと集中できなくなっちゃうので、あの街中とか行くときはイヤホンをつけるとか。目には見えない障害。友達も少なくて仕事もできなくて、で何回も転職を繰り返してて、自分に何か問題があるのかなと思って。ずっと抱えていた生きづらさの理由、発達障害であることを大人になってから知った人たちがいます。名古屋市に住む白浜凪人さん31歳。3年前に発達障害の一種、自閉症スペクトラムと診断されました。アスペルガー症候群とも呼ばれ、人とのコミュニケーションが苦手などの特性がある自閉症スペクトラム。しかし、記者が1日取材していても、なんか話してる感じ、コミュニケーション取れてるように感じますけど、うん、そうですね、そうですね、短い付き合いとかだったらいいんですけど、長く付き合ったりだとか、仕事の面とかだとやっぱり、行き違いとかが、思い込みとかが発生して。その障害は簡単には見えてこないのです。白浜さんは学校の勉強などでは特に問題はありませんでしたが、専門学校を卒業して就職すると多くの困難が待っていたといいます。自分のこうだと思ってたことが実際その、上司とか周りの人の意向とは違うっていうことが分かって、それで食い違いが発生したりとかして、気をつけようとかしてたんですけど、同じパターンで仕事で結果が出せなくて、周りに似たような注意もされて、で自分を居づらくなって辞めていくっていうパターンでしたんで。空気が読めない、相手の気持ちをうまく汲み取れない、周囲にも理解されないまま、白浜さんは職場でミスを繰り返し、これまでに5回の転職を経験。現在は障害者として雇用されることも視野に就職活動を続けています。生きづらいっていうか、なんとなくその孤立してたりとか苦労してたことっていうのは、発達障害っていうものの特性特徴なんだなっていうことが納得して、腑に落ちて。そんな白浜さんを救ったのは、同じ境遇の人たちとの対話でした。働きの人って働くの好きな人多いです。なんだ、人のためになりたいとか、交流会を開いた名古屋で発達障害のある人たちの支援活動を行う水木日向さん。ここ最近、白浜さんのように大人になってから発達障害と診断される人が増えてきているといいます。平成5年ぐらいに生まれてるお子さんだと、その、ああいう子供の頃の検査で分かったりするみたいなんですよ。だけどそれ以前に生まれてる人だと、まずそういうことがないですし、分からないし、なんとなく学生の時も困ってたけど、でも勉強さえできてればなんとかなったとか、社会人になってマルチタスクができるっていったところでやっぱ困り始める。この日、交流会に訪れていた岡田七海さん32歳。20歳の頃に一度、注意欠覚多動障害 ADHD の不注意型と診断されて、忘れ物が多いとか、時間が守れないとか、片付けができないっていうタイプですね。注意力が散漫で、自分の興味あること以外には集中力が続かないなどの特性がある ADHD。 学生の頃はちょっと変わってるか、ちょっとおっちょこちょいで済まされてたんで、それが社会のルールでこう生活するってなった時に初めてつまずいたというか、ダメなことっていうことに教えてもらって、で病院に行きました。名古屋市内の自宅にお邪魔しました。カメラ来たよ。夫と
5歳と3歳の子供の4人で暮らす岡田さん。その生活の様子を覗いてみると、子供が散らかしたおもちゃなどを片付けるのは夫の秀一さん。片付けができないっていう部分で出したものがそのままの状態で、ね、1日2日そのままとかっていうのもまあやっぱり あるので、ああそうなんだとか。毎日の食事を作るのは岡田さんの役割です。ねえねえしゅうちゃん、耳塞いでていい？イヤホン。いいよ。イヤホンをしながら料理。これにも訳があります。聴覚過敏に多分入るんだと思うんですけど、喋ってる声、おもちゃの声、何やってるか気になって、結構焦がしたりとか火つけっぱなしとか危ないことが結構増えてて、人より周囲の音が大きく聞こえる聴覚過敏。これも ADHD の人に見られる特性の一つで、イヤホンで音楽を流して一つの音に集中することで気が散るのを防いでいるのだそうです。元気いっぱいで、ね、こういう中でお話しするのが結構しんどい音がすごい聞き取りと口の音と自分の声で今多分耳の中ガーってなんかこう音が反響してる状態彼も発達障害の、自閉症スペクトラムと3歳の時に診断されています。長男の宗谷くん5歳。いただきます。かつては発達障害が原因でこんな問題が。寝なかった。寝ないが一番強かったから、1歳の時ぐらいから朝例えば8時に起きて、そっからお昼寝なしで明け方の3時4時まで元気なんですよ。訴えてることも分かんないし、でこっちも毎日朝まで頑張って起きて。なかなか眠りにつけない睡眠障害は発達障害の子どもに見られる特性の一つ。当時夫のサポートもありましたが、岡田さんは過酷な育児に疲弊し産後うつになったといいます。どうすることもできなかったので、もがいてたというか、何をすれば一番正解なのかが分からなくて。どの家庭にもある子育ての苦労。しかし発達障害が原因でその大変さは何倍にもなることもあるのです。気持ちが分かる人たちとやっぱりその感情を共有するっていうのかな、っていうのはすごく大切だし有効だと思いますね。発達障害がある人やその家族の支援活動を行う水木日向さん。活動を始めたきっかけは自らのある経験でした。私の場合はやっぱり子供、すごくこう分かりやすい発達障害で、長女里奈さん、中学3年生の時に発達障害と診断されました。学校から逃げ出すとかね、授業をしてて嫌だったらなんか逃げちゃうとか、思いがけないというわけじゃないですけど、そういうこう行動に出たりするので、そういうところが本当なんか毎日なんかヒヤヒヤしてましたね。なんか今日やらかしたんじゃないかとか。里奈さんは発達障害と診断されるまで学校ではただ単に問題児として扱われ、水木さんとの親子関係も良好とは言えなかったといいます。こう学校でできないの、親のしつけが悪いって、お母さんちゃんとしつけてますかってものすごい言われましたし。水木さんには月に一度必ず訪れる場所があります。子供もこのお墓に眠っています。長女は2005年に亡くなってますね。
水木さんの長女里奈さんは中学3年生の時に建物の5階から転落。発達障害と診断されてからわずか半年後の事故でした。当時発達障害が分かってからかなりコミュニケーションではうまくはいってたんですけれども、もうちょっと一歩踏み込んでこういうことしてるんだよってことを話してもらってたら、やっぱり事故を防げたかもしれないっていうのは自責の念でしかないんですけど、知らなかったからとはいえ、当事者ですら気づくことが難しい目には見えない障害、発達障害。しかし周りの人たちが見方を変えることで救うことはできると水木さんは話します。心療内科かかった時に典型的なアスペルガーですって一言言われたんですよね。でその時に子供がなんでもっと早くこれ分かんなかったのって言って、私みたいになくしてからやっぱり後悔することはたくさんやっぱりあるので、少しでも分かればそしたらそれは変えられるので、まあ、そういった方たちの、まあ、お手伝いになればなと思ってます。